今村美月さんめっちゃかっこよかったです。かっこよかったです。ラストの曲が好き？本当？そう、今日公演見に行ってっていうか、あのリハーサルを見させてもらってめっちゃいろいろ勉強になったので頑張ります。2期研究生の僕の太陽公演も頑張ります。そう、最初ね4曲はね、ゆうなも好きです。もう本当にもうめっちゃキュンキュンした。もうキャーって言いそうなぐらいめっちゃ可愛かった。みんな見に行ってぜひぜひ。めっちゃほんまにマジでめっちゃ可愛い。本当にキュンキュンできるよ。みんな遊びに行ってね、船に。ともあきさんこんばんは。お、明日見に行くのね。じゃああんまり言わない方がいいかな。でもね、一個言ったら、なんかメンバーさん同士でもめっちゃ楽しんでる感じです。本当に楽しそうでした。なんかもう本当になんかこの二人カップルなんじゃないかなみたいな。めっちゃキュンキュンします。 DJ アンチョボーズさんありがとう。平次さんこんばんは。そう、みちさんめっちゃ字うまいですよね。うまさん、そう、二期研究生全員連れて行ってもらいました。本当にかっこよかった。 TM さんこんばんは。お、2回も行けるのか、いいな。マジでめっちゃキュンキュンした。もう本当にドキドキした。ほんま、ヤスルパンさんこんばんは。ゆうなたちの公演も負けないぐらい頑張りますよ。先輩メンバーは話してないです。最初の二人？最初の二人ってなんだろう？何の時だろう？めっちゃマジでもう本当最初の南極メカのラスト、めっちゃキュンキュンした。エクレアは好きです。チョコのやつよね、好き。甘いもの特に好きです。アリちゃん、峰吉アリサさん可愛いです。声が可愛い、動作も全部可愛い。可愛いの船はそんな寒くなかったけど、最後らへんめっちゃ揺れてびっくりした。座っとってもこけそうなぐらい揺れてびっくりした。ひなキングさんありがとう。今日はね、なんかカメラ挟んで固定するやつが不調だったので手で持っております。自撮り風。初日が終わったからこれからの公演が当たりやすくなると思う。そうなの？全然仕組みが分かんないけど、たくさんの方に本当見てほしい。マジでもう気持ちだけでもリア充になって、みんな。メンバーと恋をしちゃってください。本当キュンキュンしちゃって。そう、ユニットパートもねめっちゃいい感じです。かっこいいのもあり、かわいいのもあり。私そのユニットの時にセリフがある曲が多いんですよ。もうそれもすごかった。
ほんとすごいなりきってた。ともあきさん50以内のありがとう。そうリコチもね字書いてた、字習字習ってたらしいんですよ。めっちゃうまかった。そう揺れたの今日。講師さんこんばんは。ですよね、メンバーの体感すごいと思います。踊っとる時はあんまりわからんのんですよ。喋る時にあの立っとったら、まっすぐ立っとったらめっちゃ揺れてこけそうになる。そう手持ちはちょっと疲れるんじゃけど、今日は半までなので頑張ります。私体操座りみたいにしてその上に肘立てとるけん大丈夫。ほんとほんとリア充になってみんな。宮本さんこんばんは。もうそうセリフにキュン、セリフにやられた。私は元気だよん。漢字なんて読むんだろう。最良一さん、わかんない、ごめんね。こんばんは、こんばんは、やっほー。船乗るために体幹トレーニング、ほんとめっちゃこけそうになるよね。ゆな滑舌悪いですよ。あんまそんなめちゃめちゃいい方ではない。聞き取れんほどでもない。でも大丈夫、聞き取れとる。夕食のアジフライ定食を持ってきたのでいただこうと思います。いいな、アジフライ美味しそう。ゆなどこだったかな、どっかの水族館でアジ釣れるんですよ。それで釣ってもらってそのままその場で素揚げみたいなのあってめっちゃ美味しいの。そう体操座りでこうやってコンって置いてる。そうなのさん、ちょっと上からこれでもね、棚がね頭が痛いんだよね。コンコン。トトロパパさんこんばんは、やっほー。アンナちゃん体幹強そう。そうね、バレエとかってやっぱ体幹ないと綺麗に回ったりできんようなイメージよね。多分本当だけど、そうなんか釣り堀みたいな感じでそれ用のなんか場所があって、どこだったかな、スマスイかマリンワールドかどこだろう、マリンワールドかな、どこ、アクアス、アクアスじゃないか、どこだろう、忘れちゃった。恋愛小説家さんこんばんは、やっほー、こんばんは。フォーチュンクッキーマンさんありがとう。八景島まででも行ったことない、どこでしょう。ちょっと横に、横っていうかちょっと歩いたとこにイルカの水、イルカのプールがあって、その横にアジの釣りのコーナーがあるんですよ。天子はスペシャルギフトをくださった方の名前を呼んでその後皆さんって呼ぶことです。一番最後にやるので、まあ、天子は終了時間みたいな感じです。そうです、ごめんね、わからんよね最初だったら。そうね、7時半に終わりますってことです。もうちょっとじゃ。
今日なんかやけに何コメント多くないですか皆さん。気のせい？ミミグッドさん、同期でアイドルとしてめっちゃ意識高いなって思うコール。誰だろう。でもみんな本当に可愛いんだよ。めっちゃ可愛いのですよ。誰だろうねアイドルっぽいの。りねちゃんとか、内海りねちゃんとかは持ち物とか服まで全部可愛いです。シナモンロール多めだけど可愛いの。 STU に入れてよかったです。みちもダンスするならバレエしとった方がいいと言いよったな。そうなん？みちちゃんもバレエしとったんですか？じゃなくて？いいな、みんなタコパしとるじゃん。いってらっしゃい。バンザイバンザイバンバンザイさん、こんにちは。やっほー。あのね、アジのフライっていう話が出てきて、アジの釣ってそのまま素揚げで食べれる水族館があるんですよっていう話をしとってね。でも言うのバカじゃけんね、どこの水族館か思い出せれんのんですよ。でも中国地方とかだと思う、多分中国地方。どこぐらい？関西、中国、あ、でも四国の水族館は行ったことないもんな。関西地方か中国地方か福岡あたりぐらいかな。そう、名前を呼んで「はーい」って言ってもらうので「天狗」って言ってます。歌聴きたい？そう、ゆうなもさ歌いたいんじゃけどさ、ゆうな携帯 iPhone なんですけど、 iPhone のイヤホンどっか消えてしまってさせれんのんですよ。で Bluetooth でやったらめっちゃ音ずれしちゃうんで、どうしようかなと思って。早く買いに行かんといけん。しおりんさんこんばんは。自分はまいちゃんしか、あ、まいちゃんしかしか明日おらんけど。そうなん？中村舞さん、中村舞さん綺麗ですよね。スタイルもめっちゃいいし、シュラッとしとる。りょうちゃんさんこんばんは、お疲れ様。広島です。広島生まれ広島育ちです。お、バレーボールの方はやってました。本当？ゆうのもバレーボールやりたい。え、てかできるようになりたい。なんだっけ、アタックだっけ、あれやできたらかっこよくない？そうなんじゃ、知らんかった。そう、お父さんに買ってもらいましょうですね。ライトニングってあの iPhone に挿すように買えるやつ、あれもね持ってないんよ。ずっと iPhone 買ったのが今年の4月だったんですけど、高校生になるタイミングで買って、でその時に買ったのとなんかプレゼントみたいなんでもらえるじゃないですか、充電器を、あ、充電器じゃないや充電器とイヤホンを。それでずっと過ごしとったんですよ。で、なくなって久々 Bluetooth を出してきて、ずっとそのまんま。どうしましょう。あ、城崎マリンワールドだ。そうだ、行ったことあるよ。そこだね。じゃあ城崎マリンワールドでアジの釣りと素揚げが食べれます。釣った分だけ食べれます。みんな行ってみてねさあパパにおねだり。まいちゃん綺麗だけどかなりの人見知りやで。ラッポラッポなんていうのっぽいですね、らしいですねどっちかそっか、去年の4月、高校1年生、今年度の4月だ。そうだ、
1年生になったと同時に iPhone に変えたんですよ。それですね。今日の高校サッカーめちゃくちゃ面白かった。特に帝京長岡高校のサッカー見ていて楽しかった。本当？見れんかったよ。でも2位公演見れたけん。城崎はね温泉もあるしけど、ちょっと近くに水族館もある。温泉も入って帰ったよ。あの日も日帰りだったんかな、多分。泊まったっけ、いや泊まらんかった気がする。朝一で出て水族館行って、でお風呂入って夜寝ながら車で帰ってきた気がする。ともちさんこんばんは。メタボさんこんばんは。メタボさんってメタボなの？大丈夫だよ、ユナも太ってるから。うん、そうパパが日帰りで運転してくれる。そうラグビーは総名戦が良かったらしいですね。早稲田と明治大学、さっきニュースでやってた。ゆうなもプンパンにパンパンに太っとるんですよ。ずっと中3の受験の時から時に太ってずっと痩せんくって、お肉パンパンなんですよ。キミさんこんばんは。こんばんは、やっほー。めっちゃ白くなるね。どっち向き？こっち向き？どっち向きがいいんだろうね。どこ向いても光っちゃう。困った。きょうさんこんばんは。やっほー。あ、そろそろ時間かな。ご飯美味しかった？もう今日は本当に公演を見れてとても楽しかったです。みんなも本当ぜひぜひ見てみて。今日はねちょっとだけメイクしとる。白いの塗ってリップしとる。でもリップもう取れた多分。ゆなめっちゃ唇舐めるんですよ。じゃけんリップ取れた。マオさんこんばんは。もうめっちゃ光る、やだ。やだ。あ、下。あ、下向きいいかもしれん。やっほー。下からって珍しくない？いい感じ。今日は自撮りのか、自撮りです、今日は。ありがとう。それでは天候いきますよ。返事してくださいね。いきます、いきます。スペシャルギフトをいただいたくださった方、名前呼びます。糸電話の糸ちゃんさん、はーい、天候来た、いくよ。糸電話の糸ちゃんさん、ありがとうございます。ゆまぽんさん、はい、ゆまぽんさん1位じゃん。ありがとう、おめでとう、ありがとう。哲夫さん、哲夫さん、はるさんこんばんは。哲夫さんいるかな。哲夫さんいない？哲夫さんありがとう。あ、いた。はい、ありがとう哲夫さん。ありがとう。そしてどこまで行った？ヨッシーさん。
ヨッシーさん。はーい、ヨッシーさん。あ、いた。そう、もう終わっちゃうの。ありがとう、ヨッシーさん。8位おめでとう。イエイ。かわいいくれとる、ありがとう。グラハムさん。グラハムさん。はい、ありがとう。ありがとう。そしてヤスルパンさん、ヤスルパンさんいるかな。どうよ、下向き、顔が映る、ちゃんと。ヤスルパンさん、ありがとう、ありがとう。そしてしおりんさん、しおりんさん、今日めっちゃ顔が大きくなる。しおりんさん、はい、ありがとう。いきますよ、それでは皆さん、はーい、皆さん、はい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 、みんなありがとう。今日めっちゃコメントくれたね、ありがとう。ギフトもいっぱいありがとう。そうだね、そろそろ時間だね。よし、ありがとう。それではバイバイ。おやすみじゃないか、まだ。バイバイ。ゴー。バイバーイ、おやすみー。あ、待って。よいしょ。バイバーイ、おやすみー。